皆さんこんばんは。最近暑が春いですね。そうですね。ということで海外の話題を紹介していく動画進めていきます。お願いします。地域で 100% に達した後、残りの宝箱、パズル、チャレンジ、洗礼、などをマップに表示するようにしてください。これは大したことではなく、間違いなく開発の優先順位が低いことは分かっていますが、2.5 の塩化の宮でやったことを考えれば、できることは分かっているのです。マップ上の素材や原石に取り逃しがないと分かれば、少しは幸せになれますし、本当にそう思います。なぜ、まだこのような形になっていないのか、意味が分かりません。という感じで、マップ不親切だよね、って感じでしょうか。確かに、そうかもしれませんね。取り逃しがあるかどうかわからないのはある意味問題かもしれん。個人的にはマップ100を本当の100にしてくれないかなーって感じですね。正直全部の場所がわかるのはぬるゲーすぎてイベント塩化の宮微妙だった。DWAT マップで調べながらすれば実質同じかもしれんけど、ゲーム内に答えがあるのは違うなー。これはある意味賛否両論かもしれませんね。まあ海外の反応を見てみましょうか。コンバスの射程範囲を無限にして、現在反応しないものにも反応するようになればいいなと思います。公式マップの宝箱検索に現在取得済みのものを同期できるようにする必要があります。そうですね。残念ですが、周年記念や塩化の宮のような次元イベント以外では起きないと思います。私は全ての地域を100攻略していますが、リーウェでは80個、モンド、ドラスパでは50個、稲妻では十数個のチェストを逃しています。パズルに誘導されたとしても、何もないところで敵がランダムに出てきて、いつもは無視してるんだけど、なぜか倒すと宝箱が出てきたりするんですよね。宝箱の可視化は、前回のパッチの新しい塩化の宮探索をかなり台無しにしました。2日で全部拾ったけど、もう二度とあそこには行かなかったよ。マップマーカーからマップマーカーへ移動するだけで、まともに探索もしていません。正確には、マップに表示されていない宝箱もありました。地図に書いてある宝箱を全部取って、何日か経ってから行ったら、地図に書いていない宝箱があったんです。それが普通の宝箱なのか、洗礼なのかは覚えていないんですけど、マークがある宝箱を全部取った後でも、一つだけ取れました。ショベルの元には3つほど宝箱があり、洗礼も数個あったのですが、やはりマークがあると探す楽しみが半減してしまいますね。公式マップにすでに取得したものを反映するようにするべきだ。ええ、自動にならないようにしてほしいです。私はランダムに探してそこにある宝箱を見つけるのが好きです。でも、絶対にどうにかする方法はあるはずです。メガコンパスのようなもので、現在のコンパスと同じように機能しますが、追跡範囲がはるかに広く、現在のコンパスにはないパズルや、その他のものを発見できることができるものが実装されればいいと思います。それを使うか使わないかは、あなた次第です。100と表示されたマップに、さらに5つの宝箱があると、本当に困ります。100% じゃないなら 100% って言うなよ。切り上げ？切り捨ててください。もしくは少数で 99.9% にしろ。達成感を得たいのならわかるが、あと少しで100だみたいな。でも、これではゲームに嘘をつかれたような気がします。100って言ってるけど、この100はあとどれくらいあるんだろうみたいな。100% にすることに何の縛りもないんだから、どうせなら不憫な報酬のために切り上げる理由もないでしょう？という感じで、こちらには約300ものコメントが寄せられており、大きな議論となっていますね。まあ、評判が80まで経験値獲得？だから、それ以降は厳密な計算でいいと思うんだけどな。ああ、スメールの運営デイリー世界任務どうなるんだろう。少なかったらいいな。皆さんの宝箱へのこだわりとか教えてくださいね。次の話題へ移ります。少し時系列が遡ります。よろしくお願いします。原神はまだ可能性を秘めているが、停滞感がある。2.6 のライブ配信が終わったわけですが、概要はというと、双眼巨炎、新しい魔人任務、新しいキャラクターと武器、モンドキャラを含む稲妻イベント、そしていくつかの新しいイベントとリサイクルイベントです。モンドと稲妻勢の交流よ意味や特例の出会いは楽しそう、魔人任務、そして多分探索がとても楽しみです。しかし、ライブストリームを見ていて、ある疑問が浮かびました。このパターンは本当にゲームの最後まで続くのだろうか？次のストーリーや地域を待つ間、あるいはその後に、デイリーやイベントをやって、50分のゲームプレイを追加するだけなのでしょうか？燃え尽き症候群の兆候かもしれないが、その後から10分のゲームプレイに興奮するのは、ますます難しくなっている。また、イベントによってはどんどんドライになっていくのは言うまでもありません。種まきやフラワースタンドの飾り付けがあったのはほんの2ヶ月前なのに、もうそのイベントが繰り返されている。
確かに、バーテンイベント、主にプレイアブルキャラクターとの交流のためで、後半は面倒だった。や百人一揆のように、楽しいイベントもあるにはあるのですが。しかし、リプレイ可能なイベントを出し入れするのではなく、ゲームに恒久的に追加することはできないのでしょうか？例えば、1、風の行方、一番好きなイベントの一つです。風太郎が行く秋としげくもにいたずらをして姿を消したので、どこかに隠れている風太郎を探すというランダムイベントにしてください。あるいは、ディオナが暁のワイナリーのどこかに隠れていて、ディルックが探してくれと頼んでいる。あるいは、クリーが隠れている。あるいは、リーウェにいる3人の小さな子供たちも。2、バーテンイベント、チャールズが用事があって、プレイアブルキャラクターの誰かが入ってきて、彼らのために飲み物を作らなければならないランダムなイベントです。あるいは、モラのために彼らを助けるだけです。余談ですが、今度のスパイスのイベントでは、ティーポットでキャラクターのために料理を作ることができます。なぜ限定イベントにするんだろうか。3、機関機関は他の NPC との実際のプブゲームとして、自分が敵を送り込んで相手が守ろうとしたり、その逆もあります。NPC によって、使えるマップや敵が異なることもあるようにして、例は FF8 のカードゲームウィッチャーのグウェントのような。4、百人一揆や闘争の潮流は、エンドレスモードに挑戦できるほどのポテンシャルがある。5、謎鏡一揆も常設のゲームモードとして、とても可能性があります。国ごとに異なるマップにランダムなバフやデバフを設定すれば、たとえ毎週や各週でリセットされたとしても、非常に多様性のあるダンジョンになるはずです。既存の1回限りの秘境を障害物で囲んでこのために再利用するのだってクールだ。6、帰らぬ気星。新規プレイヤーは絶対に体験できないという意味で、文字通り最も無駄になってしまっているイベント。7、ゲーム序盤の多くのメカニックが、一度やっただけで無駄になっていて、滑空しながらの爆弾投下、トワリンとの空中戦。原神の公式サイトの説明を見ると、その壮大なファンタジーアドベンチャー、発見する世界、バトルがメインになっています。壮大な冒険を掲げているのに、知らない NPC のために写真を撮るものが期間限定？オープンワールドの無駄遣いはゲーム開始当初から散々言われてる。せっかくいいイベントを作ってくれたのに、それをオープンワールドで活かすのではなく、時間制限付きにしてしまったのは、とてももったいないことだと思います。文化的なイベントが期間限定なので、そもそも発見する世界がない？確かによくできたイベントもある。しかし、これらのイベントを繰り返し行うよりも、ゲームに恒久的に追加し、その時間をより有意義なコンテンツや恒久的なコンテンツになりうる質の高いイベントに費やしてほしいです。発売から約1年半、前回のデベロッパーズディスカッションから3ヶ月、早くストーリー開発以外の話を聞きたいものです。確かにそうだよねとは思いましたね。イベントもほとんど限定的で。恒常的にずっとできるものが新しく追加してほしい気はする。とりあえず7国がスケジュール通り、進行できているのかどうかが気になりますね。まあ、余計な検証が増えてそれに差し支えるようであれば我慢できるなって感じですかね。とりあえず、発表した期間内にゲームが完成するなら文句はないって感じでした。そんなところでした。海外の反応を紹介して、軽くまとめて終わります。このような不満をよく見かけますが、皆さんは何を期待しているのでしょうか？進行中のゲームなのですから、次々とコンテンツが欲しいのであれば、何年も先の完成までプレイしなければいいだけです。もし、いつでも好きな時にリリースできるのであれば、もっと早くリリースしているはずですが、ゲーム開発とはこのアイデアはかっこいいやってみよう、だけではないことを皆さんはご存知でしょうか？やることがないなら、無理にゲーム内で何かをする必要はないだろう？今頃気づいたの？これって、どのガチャゲーでも同じことだよね。無限に明確なアイデアを持てない結果なんだよ。COD や FIFA を見ればわかるだろ。少なくともミホヨはまだ良いコンテンツを作ろうと努力してる。その点、ミホヨは良いコンテンツを作ろうと努力している。探索を促すような新しいイベントや、ドラゴンスパインのような一つのストーリーを軸にしたイベントも出てきています。バーテンダーと花のイベントという、全く異なるジャンルのイベントもあります。今度の剣の決闘のミニゲームでは、ちょっと新しい戦闘スタイルですね。ミホヨは、人々が楽しむイベントやコンテンツを提供すると同時に、独自のメカニズム、伝承、フィーリングを持つ全く新しい地域を開発し、それを1年以内に全て行わなければならないことを考えると、ミホヨは自分たちに課されたプレッシャーの割には、かなりうまくいっていると言えるのではないでしょうか。これがガチャゲーの正体です。ガチャゲーは普通、同時にいくつもプレイするものなので、企業はあまりにもグリンディーのゲームにすると、プレイヤーがゲームをやめてしまうので、あまりグリンディーのゲームにはしない。という感じでした。ちなみにグリンディーとは、
要はガリガリ時間をかけてレベリングやレア装備集めで何度も何度も同じ作業を繰り返すという意味らしい。ちなみに、欧米圏ではあんまり好まれないらしいです。また、スラングみたいなものなので翻訳も強引になってしまった。という感じ。前半では、宝箱のシステムについて、後半では工場コンテンツなさすぎ、みたいな話でしたね。それぞれ皆さんどう思いましたでしょうか？コメントで教えてください。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。